お疲れ様です。ウーチ TV なんかの人内は4種目っています。よろしくお願いいたします。ということで今回はウイニングポスト9の画面なんですけども、皆様ね、まだまだね、流行っております。ウマ娘でございますけども、ウイニングポストのね、ウマ娘ってのはどうやら光栄さんの方がだいぶすり寄ってはいるんですけども、結構ね、寄ってって寄ってってっていうね、感じでウイニングポスト9もね、だいぶね、ウマ娘効果をもっともっといただこうっていうスタイルみたいなんでね、僕の方もね、ウマ娘もやってますし、ウイニングポスト9もやってますんで、そこにね、ちょっとフォーカスを当てた動画となっておりますので、 ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで、今回はね、馬娘とウィニングポスト9ね、両方をね、取り上げていくんですけども、皆様、馬娘、やられている方だと気づいてるかもしれませんけども、まあ、出てくる馬がね、強い。<laughs> 強い馬ばっか出てくるっていうね、もう本当に有名な馬、そして強い馬、東海帝王、サイレンスーカー、スペシャルウィーク、シンボリルドルフね、桜爆心王だったり、エルコンドルパサーだったり、待機シャトルだったり、マルゼンスキーだったりね、ルドルフだったりっていう形で、いっぱいね、有名、そしてね、一時代を築いたような馬たち、まあ、サンデーサイレ 3区も結構多いんですけども非常に強かった馬たちがいっぱいいるんですけどもこっさらでウィニングポスト9もねだいぶねツイッターの方ではねもう馬娘様馬娘様私の方のゲームをどうですかっていう形ですり寄っていますんでそこの部分にねフォーカスを当てさせていただくんですけども簡単に言うとね馬娘に出ていないウィニングポスト9で強い馬っていうのをね今回ご紹介させていただければと思います馬娘からね来られている方もいらっしゃると思いますんでえこの馬こんなに強いんだみたいな新たな 気づきになれればと思いままてこのの動画作っておりますででそれでは皆様ご紹介させていいいたただきたいと思いますさあ、ということで、エルート画面行っていただくとね、まあ、わかりやすい。うーん、上からね、馬娘に出ている、馬娘に出ている、ディープは出ていないのは有名、成田ブライアンも出ている、タキオンすらもいるみたいな、もうほとんどね、一時代を築いたような馬たちっていうのは、ほぼほぼ今のね、馬娘っていうのは出ています。アプリ版じゃなくてね、アニメ版からね、キャラクターとして出てきている馬も数多くいて、そしてね、まだね、アプリ版のね、馬娘の方 ではまだ実装されていない馬たちでも結構やっぱりね八重の無敵とかもいますからねほんと稲荷湾までいますからねどうなってんだこのゲームはみたいな感じなんですけどもいろんな馬いるんですけどまあ有名どころとしてはねまあ某カネコオーナーって方がいらっしゃるんですけど某カネコリアルウィニングポストの人はねまあケ、OK、ーが出ていないっていうことでディープだったりね金カメだったり黒船っていうのはね結構有名だと思います出ていないっていうのはね馬娘には出ていないけども知ってる方は結構知っているんじゃないのかなと思いますディープに関してはね当然皆さんご存知かなと思います ますね近代競馬の決勝でございますけどもキングガメハメに関してはね大王が降臨したっていうね有名な実況もありますし黒船に関してはね血統を遡っていただければね直近で超スーパーアイドルホースそだし様がね出てくるのかなと思うので結構有名だと思うんですけどもあれ意外とこの馬馬娘になってないんだっていう馬をね紹介していきたいまず1頭目はねどの馬かと言いますとこちら桜軍団桜爆心王がいてなぜか桜スター王は馬娘の方では出てきていないんですけども桜スター王はね非常に強いんですね行く84年から ねスタートしていただくとちょうど誕生年がねスタート年なので手に入れられる方っていうのは2周目やられている方になるのかなと思うんですけどもまあこの馬強いんですよ普通にやってるばね普通に参観できるぐらいねこの時期の馬の中では若干ね抜けてる存在なんですけどもまあこの馬はね本当にね悲運の馬なのかもしれないっていう形ですね杉本大好き競馬の方だったらね桜のねスター王といえばね有名だと思います菊の季節に桜が満開でございますこちらもね非常に有名だと思うんですけどもこの馬って意外と ねキッカがねこうフォーカスに当たっちゃうんですけども実は殺傷も勝ってますからねそしてねそこの部分以上にやっぱりねこの後なんですよね有馬記念に出て馬場のくぼみに足を取られて骨折してね予後不良にはなってないんですけども安楽死処分しているっていうねこれが意外と桜スタオ王がね知られていない部分なのかなと思うんですよね桜スタオ王って言ったら杉本清さんの菊の季節にね桜満開がボーンと出てくるんですけどもそれ以上にね多分リアルでねこの馬を知っている方はねこっちの有馬 記念の後にそういう事故があったっていうことまで覚えてらっしゃる方の方がねリアル競馬やってた方だと多いと思うんですけどもこっそらねやっぱ馬娘をねやってる方だとねこんな馬いたんだみたいな感じでね序盤ちょっと苦しめられるんですね桜スター王にねその代わりね有馬記念超えていくとねいつの間にかいなくなってんでなんでいなくなってんだろうってまあメーバレッ列で見ていただければねざっくりですよ書いてあるんですよこの馬強いですからね大舞台根幹距離鉄砲完全燃焼ですからねまあ完全燃焼に関してはね若干ね諸説ありますみたいな感じなんですけども桜軍団の中で実は爆心 王にね、フォーカスがバクシンバクシンン王にまク桜軍団でね、花形っていうかなんかもう貴公子っていうかな,なんて言うんですかね、もうかっこいい馬の一頭なんですけども、ま、あ本当にね、この馬の産句っていうのがいないので、あまり知られていない。桜軍団がね、流行った時代から時代が経ってしまってるので、直近のリアル競馬から始められた方だと意外と知られていないのが、このスター王の強さなのかなと思います。菊の季節に桜満開以上にね、この馬は実は参観できるぐらいのね、競争能力も持っていたっていうの で、今回ね、まず1頭目でご紹介させていただければと思った1頭なんですけども、まあでも桜爆信号がいるってことはね、桜軍団いずれね、普通に馬娘として登場するんじゃないのかなっていう感じなんですけども、まあどういったね、ガールになるのかっていうね、まあサイレンスズカーがいるってことはイコール別に予後不良になってしまったりね、安楽処分してしまった馬でもね、登場できるっていうね、世界線を作れるね、アニメになっているっていうところがね、やっぱり馬娘のいいところだと思いますんで、スター王もね、いずれ出てきてくれると思う1頭かなと思います。そしてね、もう1頭、実は桜軍団で ね、不思議なことが起きてるんですね。マーベラスサンデーとね。マヤのトップがいるのに、なぜかローレルがいないっていうね。おお、三強をね。ぶち壊していったね。ウマ娘みたいな感じだったんですけども、さくらローレルもね。なんかね出てないんですよね。ウマ娘ね。まあでもこの馬も非常に強いですからね。まあ、これもまた結局ね。どうしても90年代競馬語ると次も q さん出てきちゃうんですけども、トップガン来たトップガン来たね。タバラジョッキーとね。トップガンがね。突っ込んできたね。天皇賞春の前にいたわけですよね。簡単に言ったら桜ローレルといえばマーベラスサンデーとね。さローレル、そしてね。前のトップガンというね。最強のね。3頭の、ね。 三強の時代を作った一頭なんですけども、桜爆信王はね、出てるのにも関わらず、ローレルは出てないんですよね。まあ、ノリさんがね、ノリさんになって、ノリさんになっていく時にもね、乗られていた馬の一頭ですし、この馬もね、むちゃくちゃ強いですからね、普通に考えて。大舞台超長距離ね、距離延長、学習能力ですからね、特殊能力も非常にいいんですけどまあ、スピード値もかなり高いのと、距離適正がかなり幅があるっていうので、遅めの成長型がね、響かなければ、この馬でも普通に参観できちゃうようなね、結構強い馬なんですよ。どうしてもね、この時期ね、トップガンの方に行っちゃうんですよね。 目がねトップガンって言ったらね、まあ普通に走らしてね、普通にやっていけばね、なんかもうオールエスプラになっちゃうようなわけあかんねえぐらいね、超強い馬なんですけども、トップガンって言ったらね、自在の足みたいな感じなんですけども、それ以上にローレルもね、いい馬なんですけどもね、差しでね、ほんと後ろからっていうイメージもあるかもしれないんですけどもね、そのね、伸びきった後の勝負根性っていうのもそれなりに揃ってますんでね、トップガンと戦わせるとね、ローレルってね、こうちょっと陰りがね、うーんみたいなところが出たりするから、意外とフォーカス当たんないんですけども、トップガンがもしね、生まれてこない世界とかでやってる方だとね、ロレル がね、ローレルしてローレルするだけの世界になるぐらい桜ローレルも非常に強い馬ですし逆に言えばね同じ桜爆心王って先ほど言ったスターと一緒なんですけも軍団が一緒なのでいずれ出てくるかもしれないんですけども2021年6月の段階では出てきておりませんのでローレルもねいずれ出てくるんじゃないのかと思われている中での強い馬一頭なのかなと思います非常にこの馬もね名馬列で見ていただければねあ、こんな強いんだっていうのとあとはですねこの、まあ、サンデーとかねブライアンズタイムとかはもしねノーサンデーノーブライアンズタイムみたいな 世界やってるとローレルがね結構頑張ってくれるっていうところがね面白いねところなのかなと思います競争能力自体が高いので非常にね各馬をとして廃止するときはねスピードが高めの馬が出やすいっていうのもあると思うんですけど持ち込み馬なので割とね日本の防波堤というよりはな、まあ、輸入馬と変わんないような感じにも気持ちもまあ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 みたいな感じなんですけ、ね、ど同期にね成田ブライアンがいたりするんで割とねうーんみたいな感じにも見えるかもしれないんですけども十分強いのが桜ローレルなのかなと思いますさあそして3投目はね エイシンプレストンですね。皆さんは意外と忘れてませんかエイシンプレストンっていう感じですけども、育97年生まれなのでね、ちょうど2000年前後ね、ミレニアム前後からね、出てくる馬なんですけども、まあなんか意外と忘れてますよね、この馬ってっていうね、感じはしますけども、非常にね、海外遠征でね、輝かしい成績を残した一頭なんですけども、割とね、スピードはね、73っていうね、抑えられてて、瞬発力とパワーぐらいしかね、ないので、う、んーみたいな感じはするかもしれないんですけども、やっぱりね、1800メートルとか、2000メートル、 まあ、それこそマイルぐらい、こう、ちょうど1600から2000ぐらいだと、この時期だと結構、シンプレストンね、札稼ぎまくってくれるっていうのと、成長型が早めなのにね、成長力持続なので、割と長い息ね、かまし出してね、活躍してくれるので、意外や意外っていう感じなんですけど、馬娘でもね、衛心系が意外とまだ出てきていないっていうところで、まあ、衛星プレストンがね、シンフラッシュもそうなんですけども、衛軍団っていうのも結構大きい軍団ですからね、いずれね、一刀 OK 出たらもう、もう芋づるでドロ,ロって行くとは思うんですけども、まあ、その一番最初に出てきてほしい ののののンプレストンなのかななかかっっていいいうとととこころかなと思いますけどもやっぱりこの馬新のえば香港マイル、クイーンエリザベス2世を飼っておりますんで、朝日杯3歳を飼った後にね、終わった馬扱いされていたんですけども、香港マイルだったりね、クイーンエリザベスっていうね、海外での、特に香港でね、世界競馬で見たら近いエリアかもしれないんですけども、海外遠征でしっかりね、飼っていった、この時期ではね、結構珍しいというか、まぁ大気シャトルだったりね、シーキングザ・パールっていうね、馬たちがいる中でのもう一頭ね、ちょっと後なんだけどプレストンみたいな感じで、やっぱこの時 ね海外に行こう行こうっていうので一つ挑戦していってねしっかりね勝って帰ってきた馬の一頭なのかなと思いますんでエイシンプレストンもね非常にねぱっと見能力あんまり良くないように見えるんですけどもこれ普通にね走らしてね G1 勝ち出すと瞬発力めちゃくちゃ育つんですよねなぜかよくわからないんですけどどういったねセーブデータっていうかどういったわけわかんない能力が普通にマスクデータはよーみたいな感じなんですけども本当にねエイシンプレストンもいい一頭だと思いますし馬娘もねこれから出てきたら面白い馬の一頭なのかなと思いますちょうどスペチャンちょっと後ぐらいな なのでどういった扱いになるのかとか気になりますし逆にそれより先に北山ブラックとサトンダイヤモンド出てきてるからねみたいな感じなのでどういった扱いで出てくるのかこれからもね注目の一頭なのかなと思うエイシン軍団のエイシンプレッソンかなと思いますさあそしてねもう一頭でございますこちらですシンボリクリスエスでございますけどもあれっていう感じしますよねルドルフいるんですよねルドルフいますしシンボリ軍団っていうのは割となんかルドルフオッケーだったらクリスエスもオッケーやろって思うんですけどねなんかいそうで シリーズ第1位なんじゃねねのか疑惑ありますけど、ね、シンボリックリスエースに関してはっていう感じですけどもね。非常にこのまあね、化け物みたいな強さを醸し出してくれます。このウイニングポストの世界ですよね。半端ねえ強さになりますんで。大舞台根幹距離ね、鉄砲学習能力っていうわけあかんない能力を持っていて、なおのことパワー s 瞬発力 s ス、ピードも74ありますからね。負ける気がしねえぜって感じですよね。普通にやってればダービー勝っちゃうし、サツショーも勝っちゃうし、みたいなよくわかんないね。世界をぶっ壊していくスタイルになっちゃうんですけども。まだ実 一掃されない理由が何なんだろうっていうねルドルフオッケーでなんでクリステースはあかんねんっていう感じなんですよ。どもこの馬はねなんていうかね花があった馬ではないのでなんでだろうなって思うぐらいね強かったんですけどもなんかあっという間にね引退してしまったイメージがあるんですけどもコバにもなってはいるんですけどもねなんかこうパパパパパパ,パ,パ みたいな感じでどんどんね強かっったたんんんんんだだけけけけどどどもも最強馬ななななでですすまだ行けたんじゃいいいのかっていうのかかかかてうがあるからかもしれこう、シンボリといえばルドルフっていう感じでね、ルドルフにこう消された一頭のシンボリ軍団の中でもね、強いはずなのにもかかわらず、パッとしてなかったんじゃないみたいな感じがしてしまう不思議なクリスエスなんですけども、非常にね、今ではあると思います。近年最強馬と言われていた時代があった馬の一頭ですからね。で、そしてルドルフが登場しているってこと はいずれねこの馬もねきっと出てくるんじゃないのかなっていう感じの馬の一頭かなと思います柔軟性以外はね素晴らしいパラメータを持っている馬となっておりますのでクリスエスをね忘れないで購入してみてはいかがかなと思います金札でね非常にね回収率もいいですし楽勝で金札買って金札でっ帰ってくるっていうね馬の一頭ですんでね99年ぐらいになってれば買える馬の一頭なんじゃないのかなと思いますさあ誕生年がだいぶね近くなってきましたけども2009年ね生まれましたジャスタウェイも出てませんよねジャスタウェイも非常にいい 馬だと思うんでですすよねね大舞台海外遠征根幹距離です、ね、まあ、74のスピードでマウントを取りつつ、パワーと瞬発力、そしてね、精神力でね、素晴らしい競争成績をこちらの馬もね、取ったんですけども、まだね、馬娘の方ではね、実装されていないですし、逆に名前は結構覚えやすいと、ジャスウェイっていう感じなんでね、いい感じなんですけどもね、まあ、権利関係でしょうけどもね、まあ、全ての馬がね、出てくるわけではないのが馬娘の面白いところでもあるし、まあ、歯がゆいところでもあるのかなと思うんですけども、どちらかというとね、若干ね、こう、馬娘の年代、 かかかかららら若干外れててているイイメージジがありますすねねャスタウェイって2009年ですから、ね、なぜか出てこないんですけどもこの馬もね、後半戦になってきてーぐらいのね、ウィポライフの中だと、群抜けて強いなっていうイメージもあります、ジャスタウェイに関しては。特に海外行っていただくとね、分かりやすいぐらいね、能力を開花してくれる馬の一頭かなと思います。何よりもね、ドバイターフを飼っているっていうところがね、結構ね、パッと目につくところだと思うんですけども、3区も結構しっかり走ってくれるのでね、この馬も金札なんですけども、回収率として は結構いいね回収をしてくれる馬の一頭なんでね、ぜひねまだここら辺まで行っていないっていう方はねいずれ行くような時があれば2009年まで見ったらねジャスタウェイもね所有してみてはいかがかなと思いますし。血統も結構ねハーツクライサンクなんでねいずれハーツクライ系ができてしまうっていうねサンデーサイレンスの親血統がどん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 やっていくとねハーツクライがねかなりねいい感じでと主流はディープなんだけどももう一頭の主流でねステイゴールドっていうのがいてさらにハーツクライっていう感じでジャスタウェイはねいいサンも出てくるようになってくるので。 おすすめの一頭かなと思います。さあ、最後になりました。もうこの馬です。モーリスは出ていませんね。出てきて欲しいなと思うんですけども、この馬は二次札の理由はスペシャルバーがいるんで、二次札になるんですけども、強さ的にもね、普通に二次札ですよね。76スピードありますし、精神力もね、ぶち抜けていて、柔軟性以外はね、飛び抜けているような強さになっているっていうところ。そしてね、血統がいいですよね。スクリーンヒーローですよ。グラスワンダーからのスクリーンヒーローなんでね、モーリスっていうのはね、非常にいいですし、逆に言ったらね、ボケも結構いいんですよね。サドラズウェルズにかなりいいです。 からねそして、母はね、メジロ系なんですよね、モーリスっていうのはね、メジロクインシー、メジロモンテレ、メジロフランシスから、母系がね、ずーっとメジロ菩薩から続いているね、メジロの結晶とも言えるような馬なんじゃないのかなと思う馬なんですけども、まあ、モガミもいいですし、サドラーズウェルズもいいですし、サンデー・サイレンスいて、みたいな感じでね、父系のね、直系がね、逆に言ったらね、シルバー・ホーク・グラス・ワンダースクリーン・ヒーローですからね、ロベルトまで遡るまで若干時間がかかるので、いい感じで、モーリスがもう登場してくる20111年前後になってくると、 かなりこのモーリスもね強いですし種護場としてもかなり使えるんじゃないのかなと思う馬で尚のこと馬娘でも実装されていないっていうところなんで忘れちゃいけねえぜモーリスっていう感じなのかなと思いますということでねまぁ、あ、今回はね馬娘に出ていないんだけどめちゃくちゃ強い馬達っていうのを軽くご紹介させていただきましたけどまあ見ていただければねもう一番上のねトップページで出ていないのはまぁ、あ、ディープとね金カメと黒船っていう感じでそれ以外はもう全部出てきてるんですよね馬娘ってすごいですよね普通に強い馬がね強いっていうのがね人気がある馬が強いよ 強くてて人気がある馬全部出てますみたいな感じのが馬娘なんですけども、まあディープに関しても、キングカメハメハに関してもね、いずれオーナーがね、オッケーすれば出てくるんですけどまだまだ出てこないんだろうなっていう感じもするんですけども、それ以上にやっぱりね、かなりね、競馬っていうものをね、フランクにしたゲームだと思いますし、逆に言えばね、馬娘からね、このウィニングポスト9っていうね、シミュレーションゲーム入られた方だと意外と馬娘ベースでね、考えると、あれ、この馬ってこんなに強いんだ、それこそキングカメハメハ知らない 知らない人だっていますからねディープインパクト知らないってなってくるとちょっとやべんじゃねっていう感じもするんですけども黒船だったりキングカメハメハっていうのは意外と馬娘やられていて知らないって方いたりするのでぜひねこのキングカメハメハだったり黒船だったりディープインパクトっていうのは結構有名なので今回フォーカス当ててませんけどもそれ以外にも結構強い馬がね初期からポンポン出てくるのがこのウィニングポスト9っていうねシミュレーションゲームの面白さだと思いますし逆に当然ね出てくる馬たちをね可愛がってあげるっていうのもいいですし逆に出てこない馬たちだけでね 出ててくるる馬娘をね馬男でボコボココにするっていううのもありだと思う面白いね。いろんな遊び方ができるゲームだと思いますので、ぜひね、いろんな遊び方してみてはいかがかなと思います。直近の近い馬たちでもね、結構ウォッカだったり、アドマヤベガだったり、エアグルールだったりってね、下の方に行ってもゴール、ゴルシだったりね、いろんな馬、結構実装されている馬もいますし、その前後でやっぱり実装されていない馬たちでも強い馬たちいっぱいいますんで、ぜひ二次札だったり、お守りっていうね、システムがある限りね、すべての馬をチョイスするっていうまで結構時間が かかります逆に言えばね、日本だけに今、フォーカス当ててみますけども、全然ありえないぐらいね、海外競馬っていうのは日本競馬より強くされて作られてたりもしますんで、そういう部分で他にももっと強い馬いっぱいいますんで、ぜひぜひね、長く進めていただいて、あ、こんな強い馬いたんだ、じゃあもう次の週はこれでいこうっていうこともありですし、逆に言えばね、この動画で気づいていただければ、えー、っと見ていただいて、あ、この年代にこういう馬がいるんだっていうのもね、気づいていただいて、しっかりね、その馬をね、楽しんでいただければと思います。 んでぜひねウィニングポストライフまだまだ楽しんでいただければと思いますこんな形でね馬娘だったりウィニングポストのね話だったりっていう形でまあ今回簡単に言うとね馬娘からウィニングポストに流れてくると意外と知られていない馬っていうのが結構いたりするんじゃないのかと思いましてその馬たちにフォーカス当てましたけどもまだまだいっぱい強い馬いますしね海外だったり欧州だったりっていうねアメリカだったりっていうところに本当にわっきゃかんねえぐらい強い馬いますんでそういう馬たちにフォーカスまだまだ当てていきたいと思っておりますのでぜひねちょっとでも面白いなと思っていただいたただ方はチャンネル チャンネル登録もしていただけると助かりますんでぜひともよろしくお願いいたします今回はこんな形で終わりたいかなと思いますぜひまた次の動画配信も見ていただければと思いますそれでは次の動画配信でバイバイ